日々のニュースを日本株の投資に生かせ。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、投資の初心者の人、初心者っていうのは始めたばっかりっていう人も初心者でしょうしね、これから始めようかなと思ってる人も初心者でしょうし、一回やったんだけどもなんとなく怖くなった、あるいは失敗した、それで今はやめていて、でもやっぱり資産運用は重要、投資は重要だなという気持ちがあるけれども、過去に一度失敗もしてるし、悩んでいると、そういう方、改めて投資をね、してみたい、あるいはやってるけど不安で仕方がない、どうしたらいいのかな、そんな風に思ってらっしゃる方、数多くおられると思うんですね。そういう方に、私の考えって言いますか、私なりのアドバイスなんていう、偉そうなことを言うつもりもないけれど、投資の初心者のためにですね、いろんなお話をしていきたいなと、思っています。例えばですね、株式を買うとか、あるいは投資信託を買うとかいうことについてですね、買うという決断をするときに、皆さんは何を持ってね、決断をされるでしょうか。例えば預貯金が何百万かあるっていう方はですね、そんなに急いで投資しなくても、それを上手に少しずつ増やしていければいいなと思ってる人もおられるでしょうね。一方で、毎日月の生活も結構ギリギリなんだけど、でももし投資をするとしたならば、月1万円とか5000円とか、それぐらいならひょっとしたら出せるかもしれないっていう人もおられるでしょうね。で、今日私がまず一番強調したいのはですね、ある一定のまとまったお金を持ってる人の方がね、投資を始めるにあたってですね、迷いも生じるし、決断も難しくなる。むしろね、ギリギリでなんとか工面して少しずつでも毎月やっていこうって思ってる人の方が実はですね、とっても有利な状況にあるんだっていうことをですね、まず申し上げたいと思います。とっても逆説的に聞こえるでしょ。私がなぜそんなことを言っているかというと、私自身がそうだったからっていうこともあります。要するにですね、全く財産も何もなくて、むしろちょっといろいろ物を買ったりして借金ぐらいしかなくてですね、っていうような生活をしていた時に、あるきっかけでですね、毎月積み立てで株式を投資するっていうような投資の仕方を始めたわけなんですけどね、昔から上場企業に勤めていたりする方はですね、持ち株会っていうのがあって、で持ち株会っていうのは、毎月給料天引きで自分とこの自社株を毎月同じ金額ずつ買っていく。その時に、会社からですね、何パーセントか補助が出て、例えば1万円の人には500円会社がくれて1万500円の投資にするとかですね、そういう会社もその持ち株会を奨励するような奨励金を配ったりしていたものなんですね。ご自分の会社が上場企業でなかった場合は、例えば取引先の持ち株会に入らせてもらうような、そういう仕組みを導入してた会社も昔はありました。でも今やですね、持ち株会でなくてもいろんな証券会社でいろんな会社の株式が毎月一定額ずつ買えるという累積投資、累投という制度が出来上がってますよね。それと投資信託を毎月一定額買っていくとスタイルですね。特に20代30代の人がアメリカの S&P500 種のインデックスファンドに投資するですね、投資信託をイデコとかでやってらっしゃるとか、あるいは積み立てNISAでやっておられるとか、ニュースがよく聞かれますよね。で、とっても、私にとっていいなと思うのは、昨年ですね、ナスダックが11月の19日までですね、もうかなり上がっていきましたよね。しかしそこから下落が始まる。ニューヨークダウとか S&P500 種も1月4日まではどんどん上がっていったけど、そこからは大きな下落をしましたよね。じゃあそこで投資信託なんかを始めた人たちが辞めたかというと、辞めてなくてもっと増えてるっていうニュースがずっとこの4月以降も出ていて、これは日本の投資家、特に若い人はもう素晴らしいなというふうに私は思っていて、ものすごくたくましいなというふうに思っています。結局積み立てで投資するんだから、もう少々下がったぐらいでビクついてたらしょうがないやっていうふうに腹をくくってやってらっしゃる方もおられるでしょうし、よくわかんないけど、続けりゃいいかなと思ってやってるって方もおられるでしょうし、本当は怖いんだけど、もう今売ってしまおうかなって思ってるけど、とりあえず続けてるっていう人もおられるでしょうし、トータルで見ると、そういった積み立てで投資してらっしゃる方が増え続けていると
ということはね、僕はとってもいいことだなというふうに思っています。ただしですね、まあ、マインドセットっていう言葉ありますね。まあ、固定観念だとか、まあ、伝統的な考え方っていうか、まあ、その人固有の考え方っていう時もありますけれども、実を言うと、日本の株式市場がですね、まあ、欧米、特にアメリカに比べてパフォーマンスが悪かった時期が長かったりですね、これをね、日本人のマインドセットととってもリンクしていると私は実は思っています。1989年の12月末に日経平均は 38,915 円で終わった。ざらばで 38,957 円まで行ったということがあったんですね。その時の日経平均の PR はですね、なんと60倍超えていたんですけどね。で、そこから2008年の10月28日に日経平均は7000円割れて6954円までざらば下がったんですから、まあこれはとんでもないですよね。1989年の年末、まあ90年の頭だとすれば、そこから10年で2000年、20年で2010年です。20年弱でですね、3万8000円だったものが7000円割れたってことになればね、厳しい局面を見てきた世代、つまりちょうどこのバブルの頃に40歳、50歳ぐらいで結構、まあその頃は景気も良くてボーナスも多い時代でしたから、多額の投資をやってですね、仮に信用取引とかやった場合は、まあ、すってんてんになったり、あるいはですね、自分の家を担保に入れて、それで何億円ってですね、借金して日本の不動産をまた買ったり、あるいは株式を買ったり、あるいは海外の不動産を買ったり、なんてことをですね、普通のサラリーマンが銀行に勧められるままにやってた時代でもあった。で、そういう人たちはですね、本当に根こそぎ財産を失ってしまった。そういう世代なんですね。今現在で言うと74、5から84、5ぐらい。で、そういう人たちでもちろん資産をたくさん持ってる人もいますけれど、すってんてんになっちゃった人も実はおられてですね。まあそういう人たちの中にもう株はこりごりだ、投資なんてとんでもないっていうようなマインドセットですか、そういう考え方っていうのがまあ固定化されてきていて。で、それっていうのはじゃあ実はすぐに払拭されたかというとそうでもなくてですね。2000年の ITバブルもその後ですね、アメリカのナスダックも IT バブルの時の最高値をわずかもう数年で1,120〜1,150ポイントまで、つまりまあ5分の1近く下がって、そしてそれが IT バブルの5132ポイントを超えるのには2015年までかかったわけなんで、例えば直近で言えば2020年の3月にコロナでもってですね、日米の株価が大幅に下がった。今3万2000ドル以上しているニューヨークダウはなんと1万6000ドル台まで下がったし、2万8000、4500円してます日経平均もなんと1万6350円まで下がった。まだ2年ちょっと前の話なんですよね。そしてその頃の出来高を見てみるとものすごい出来高なんですね。そこで諦めて株を売ったり投資信託を売った人がものすごく多かった。でも同時に買ってる人も多いから値段がつくわけですよね。どちらかというとそれ以降株式投資を始めた、あるいは積立投資を始めたっていう人が多いと思いますね。結局マインドセット、つまり投資って難しい大変だっていう意識を持ったのは何も1989年のバブルを経験した人ばっかりではなくて、2000年の IT バブルで失敗した人で、2008年のリーマンショックの前に2007年に大きく相場が戻った時に買って結局リーマンショックで失敗した人で、その後 また戻ってきたけど結局コロナの一瞬の下げを耐えられずにですね、失敗した人、バブル時代、いわゆる日本の1980年代の後半、その時だけではなくて、日米ともにそういうですね、大失敗を招くような暴落っていうのは何度も起きてきてるということ、これをまずですね、頭にしっかり叩き込んでいただいて、そしてこの話をですね、シリーズでまた私話していきますので、お聞きいただければありがたいなと思います。